皆さんどうもこんにちは、ニモです。今回なんですけれども、ルクセンブルグ世界一金持ちの国って本当っていうような形でですね、僕は現在今ルクセンブルグに住んでるんですけれども、こっちに来て4年ぐらいかなに経つんで、こっちでね実際ねルクセンブルグって本当にねお金持ちなのかについて今日はね動画で話したいと思います。ちなみにルクセンブルグって多分ね知らない人も多いと思うんですけれども、ヨーロッパのですねベルギー、ドイツ、フランスに囲まれた小さい国で、大体ね国の面積が神奈川県と同じぐらいで、人口がね大体60万人近くなんで、島根県かなと同じぐらいの人口になります。でルクセンブルグで調べたりとかね、外国人が持ってるルクセンブルグのイメージでお金持ちっていうイメージが強いんですけど、これなんでねルクセンブルグはお金持ちのイメージが強いかっていうと、一人当たりの名目 GDP がいつもね上位、まあいつもトップ3には必ず入ってる国になるんですね。でその一人当たりの GDP なんですけれども、名目 GDP 確か去年でだいたい11万ドル、なんでまあ日本円でまあ1200万円ぐらいですかね。で、日本がねそれに対してまあ39万ドル、 US ドルなので、まあだいたい420万、450万円ぐらいですかねになるので、まあ日本が450万円に対して1200万円なんで、まあ3倍近く開きがあるっていう形ですね。でこの1人当たりの GDP の計算方法なんですけれども、名目 GDP 全体の名目 GDP 割る人口で割った数が1人当たりの GDP になります。でこれルクセンブルグはなんでこんなね1人当たりの GDP が世界一で高いのかなんですけれども、これにはね計算方法のからくりがあって、ルクセンブルグっていうのは本当にもうドイツとかねベルギーとかフランスから国境を越えてルクセンブルグに働きに来る越境労働者っていうのの数が非常に多いんですよね。でそういったね越境労働者っていうのはルクセンブルグで働いて GDP を生み出して、そしてねフランスとかね自分たちの国に帰ってそこで暮らしてるっていう人が多いんですよね。じゃあこれはどういうことかっていうと、計算方法、さっき言った一人当たり GDP の計算方法っていうのは名目の GDP 割る人口、その国の人口で割った数なんで、そのね人口にその実際ねドイツとかベルギー、フランスから来てる越境の労働者っていうのはまず含まれてないんですよね。だから一人当たりの名目 GDP っていうのはルクセンブルグは高くなるんですよね。でそれともう一つ理由があって、ルクセンブルグの主な産業っていうのは金融産業になるんですね。で金融産業についてる人ってわりかしまあ給料が高い高級な人が多いんで、やっぱりそれだけねそういったね、給料が高い人が働いてる産業が多いと、比較的ね、平均給与とか一人当たりの GDP っていうのも高くなるんで、その分ねやっぱりその一人当たりの GDP っていうのが高く見えるようになってます。で実際じゃあ、ルクセンブルグね、まあ世界一お金持ちとかねお金持ちの国って言われてて、まあ一人当たりの GDP っていうのはそういうからくりがあるんですけども、実際じゃあどうなのかなんですけど、周りの国ドイツ、フランス、ベルギーに比べると給料はめちゃくちゃいいです。でもちろんねその縁面で見た、額の給料っていうのも他のフランス、ドイツとかベルギーに比べるといいんですけど、所得税も比較的低いので、その分ね実際の手取りの収入っていうのも高くなります。で多分これね日本の公務員の人がね聞いたらびっくりすると思うんですけど、ルクセンブルグの政府の公務員の給料ってそのランク付けされてるんですよね。でそれどういう風にランク付けされるかっていうと、あなたは大学を出てるのか、高校卒業なのまでなのか、もしくは大学院出てるかとかね、あとはいろんな資格とか条件とかいろいろあるんですけど、で例えばなんですけど大学院を出た人の初任給で政府の機関で働いてる人だと、日本円でね多分大体初任給60万円弱するんですよ。で日本って多分初任給公務員とかでも20万円25万円ぐらいなんで、まあ実質だから3倍近く差があるんですよね。であとは結構有名なのはバスの運転手とかも公務員の人がいて、で勤続年数で徐々にね給料っていうのが上がっていくんですけど、バスの運転手とかでも勤続年数が長い人とかだと1000万円ぐらいいくような給料をもらえてる人っていうのもいます。なんでね実際にそのルクセンブルグってまあ世界一金持ちの国なのかどうかって、まあ世界一かどうかはわからないですけど、給与水準で見ると隣国のドイツとかフランス、ベルギーに比べるとやっぱり圧倒的にね給料はいいかなと思いますね。でそれと走ってる車ですね、これはね、まあ正直ドイツとかねフランスとかベルギーとか他の国に行って車とか見てみないと分かんなかったことなんですけど、こっちのねルクセンブルグは比較的ね高級車が走ってることが多いです。まあ高級車って例えばメルセデス・ベンツ、アウディとかね BMW、その高級車、ドイツの高級車っていうのが
他の国に比べると、比較的ね走ってる数っていうのはめちゃめちゃ多いですね。でね、ただね、実際ねリュクセンブルグってね給料はいいんですけれども、ただボトルネックがあって、とにかくね物価が結構高いです。で、例えばね住宅の価格なんですけど、去年から今年で住宅の価格ってない、だいたい平均でね 12% から 14% ぐらい上がってるんですよ。で、今ね住宅の価格なんですけど、一軒家買おうと思うとルクセンブルグでねめちゃめちゃ離れてるね郊外の田舎のとことかじゃない限りは1ミリオンユーロなので、まあ金額で言うとまあ1億円以上、一軒家買うのに1億円以上かかります。で、アパートなんですけど、だいたい100スクエアミーターのアパートとかでも、まあシティとかね都市部とかでも、それでもまあ南部とかもそうなんですけど、だいたいそれでもね6000万円ぐらいかかりますね。で、とにかくこれめちゃくちゃね、住宅は高いんですけど、さっき言ったようにねちょっとねバブルなのか不動産の価格っていうのもめちゃめちゃ上がってて、去年はねそれでだから 10% から 14% ぐらいの値上がりがしてるんで、例えばなんですけど家がね1億円の家持ってたら、1年間その家持つだけで1000万円ぐらいのね、まあ値上がりだけで1000万円の利益っていうのがもらえるっていうのはね、近年ちょっとね異常なまでのねインフレが起こってます。で、あとは食費、スーパーとかのディスカウントショップとかに行かない限り、通常のね普通のスーパーとかこっちで行くともうめちゃめちゃ高いですね。だいたい家族連れとかで1週間分のね、食料を買うってなると200から300ユーロぐらいかかるんじゃないですかね。でもね、この国のいいところは、僕はね比較的治安がいいところと、ただね家族、子連れとかね家族ができた時にはこの国っていうのは結構ね公園とかも充実してたり、家族のサポートケアも結構ね大変充実してるんで、そういった家族連れとかね子供連れのねファミリー層にはねすごいね暮らしやすい国かなと思いますね。あんまりね人がいない、人混みっていうのが少ないんで、まあ比較的給料は良くて自然とかへのアクセスとかもいいので、まあ質のいい生活ができるっていうのがルクセンブルグの魅力じゃないかなと思いますね。ただね、若い人は結構ね多分この国って退屈じゃないかなと思いますね。というのもね、やっぱり都市っていうのがあんまりねその大きな都市じゃないので、とにかくねなんかあんまり娯楽っていうのがないんですよね。だから若い人は比較的ねルクセンブルグの外に出て、まあ違う大学に行く人とかっていうのは結構多いですね。以上がね僕が住んでるルクセンブルグの国のまあお金持ちかどうかっていうね疑問についての、僕が4年間住んで感じた、この国の印象でした。今日は以上になります。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。My patience for you is getting thinner. Don't care if you're lonely again. Just let me escape for a minute. I won't space, build myself a spaceship.